トゥイラ・エパルペソリア・イサイレレ・マリエレ・ガオイは、サモアの政治家。1998年から、同国首相を務める。人権擁護党党首。2008年7月26日、首都アピアで、太平洋諸国のリーダー並びに、コンドリーザ・ライスベイ国務長官と1945年、ニュージーランド委任党治療であった西サモアのウポルト、デパ生まれ。本業は、 経済学者である、ロトパのセントジョゼフスカレッジ付属高校卒業後、オークランド大学からサモア人で初めて小学の博士号を取得した、欧州経済共同体とプライスウーターハウスクーパースに勤め、1980年の国会議員選で初当選、トフィラウエティアレサナ内閣の副首相献金優勝に抜擢された。彼の引退後は、 首相と金融省を引き継いだが、首相職に専念するため選挙後の内閣改造でミサ、テレフォニーレツラフを金融省に任命し、副首相も兼務させた。2009年のサモア地震と津波で、名の娘を含む二人の親族を亡くした。地元の列パは津波で壊滅し、教会と村のウェルカムサインだけが残った。二千十一年十一月には、ポリネシア各国間の文化、 言語、教育、気候変動への対応、貿易投資に関する問題を話し合う、ポリネシアリーダーズグループの正式発足に向け、イニシアチブを取り始めた。グループの役割の一部は、メラネシアスペアーヘッドグループと被っている。2018年春の叙勲で、朝日大受賞を受賞。2021年4月9日執行の、議会総選挙では速報で一つの真の神への、 信仰が25議席を獲得し、第一党、人権擁護党は24議席となり、新政権は無所属2人の同行が焦点となった。内閣は国内の道路を右側通行から左側通行に変更するという大変な論議を呼ぶ法案を通過させた。論争はサモア史上最大となる1万5000人規模のデモに発展し、 人民党という反対政党まで旗揚げされた。2011年には、オーストラレーシアとの経済関係強化のため、日付変更線の西側への移行を決定。同年12月はカレンダーよりも1日、少ない30日間となるが、サモアオブザーバー氏の編集者ケニレサによると、多くのサモア人が、吉外首相の突拍子もない考えと、冷ややかに見ている。野党議員はこれについて、 輸出の増加には繋がらず、マツさえ世界で最も遅く、日没を迎える国としての座を失うことになると主張している。トゥイライパは、タウトゥアサモア等のレアライレプレディモニアやフィィーンとの電話会談で、同議員が大変馬鹿げていると非難したのに対し、法案のメリットを理解できないのは、たわけだけだとや理解した。2006年のクーデターで国家権力を掌握した。 フィジーのフランク・バイニマラマ暫定首相批判の急先鋒で太平洋諸国のリーダーの意見を尊重していないとしている。また民主主義や政治の透明性、自由選挙性を回復させる努力を行う。選挙が実施予定だったトンガでの地域会合のキャンセルなど彼の行動も非難の対象にしている。バイニマラマはニューエとパプアニューギニアで開かれた 太平洋諸島フォーラムの地域会合にも姿を見せなかった。加えて妥協や民主的選挙の実施を拒むバイニマラマの姿勢は太平洋の精神に反すると主張する。2009年2月にはサモアのニュージーランド追従路線をバイニマラマが避難したため彼と口論を繰り広げた。彼はトゥイラエパを非太平洋的だとも攻め立てたが、 トゥイライパは倍にマラマが酔っているのではないかとした上で、改めて太平洋諸国のリーダーの軽視を求断した。2007年のパシフィックゲームズにトゥイライパ首相はターゲットアーチェリーの選手として参加した。サモア指導者の総合競技大会への出場は、これが初めてであった。練習は大会のわずか5ヶ月前に始めたばかりだったが、国内のランキングで2位につけた。 息子も団体の補欠として出場。大会10日目にリカーブ団体混合で銀メダルを獲得した。ありがとうございます。